こんばんは。私はもう寝ます。どうした？体調悪かったらやってないよ。そう、もうそろそろ寝ようと思ってた時間なので寝たいと思います。うん、もう寝れる。12時に寝ようと思ってた。でもまだちょっと時間があるから、こっちもなるべくギリギリの時間までやって、ちょっと化粧水とかをペッ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 塗ったくったので、ガガテカテカしてます。明日はそんなに早くないかな。いやでもちゃんと常識的なそんな時間に起きたいので。そう、偉くない？もうお風呂完了してるの本当に偉いと思ってる。もうこの時期はあれだってよ、お部屋の湿度が下がってるから、たくさんつけるものはつけて保湿してくださいってお姉さんが言ってたよ。私が教えてもらった美容情報だけど、みんなにも特別に教えてあげるね。せっかく教えてあげたんだからちゃんと塗ってね、みんな。化粧水だけじゃダメなんだってよ。そう、全部持ってかれちゃうから、化粧水が終わった後もなんか持ってかれない、コーティングになるものを塗ったくってくださいって。何がいいの？そこは自分で調べてもらって。わかんない、みんながどんなケアをしているのか。私はジェルみたいなものを塗ってますね。ニビアじゃ、ニビアいいんじゃない？ニビアはいいと思います、すごく。聞いてやった、これから寝るんだよ。でしょ。もう私はさっきからピーターパンの曲が離れません。いや、今やってるやつ練習しろやってね。ピーターパンの歌が。怪しい雰囲気、怪しいですか？ちょっとこれはね、髪の毛でごまかしてるところがあるよね。そう、さっきがすごい鬼太郎って言われる。目が見えないから。ロスじゃなくて、ね、歌がねすごい好きなんだよね、ピーターパンの。ロスではないですよ。
特にウェンディーが好きだな。ウェンディーっていう曲が。ウェンディーがいるからもう寂しくないよ、素晴らしいウェンディーが僕たちに他の玄関にマットを敷いて素敵な例を飾ろう、可愛いお家僕たちにお母さんができた。今日ずっと歌いながら外です。ウェンディーはすごいのさ、ポケットも作れる、お話もたくさん知ってる。お家の中にウェンディーがいるからもう寂しくないよ、素晴らしいウェンディーが。歌いながら外歩いてたの。私外歩いてるとき大体歌ってますよ。周りに人はゴリゴリいます。聞こえないぐらいのボリュームで。これはあがわぐって言った。もしも困った時はどうする、誰を呼ぼう、呼ぶのさタイガーリリー、呼ぶのさピーターパン、助けを呼ぶのさすぐ太鼓叩けばどこでもすぐに飛んでゆくよ。それはちょっと怖いな。どれだ、何が怖かった？外で歌ってるっていうのが？確かに怖いよね。こいつ何歌ってんだって。あがわく？いや聞こえないと思うけどね。こっそり歌ってるのよ。歌が好きなんだね。そう。かわいいんだ。たまにチャリで熱唱してる人とすれ違う。まあでも、今も恥ずかしいなと思うけど、でもなんかすれ違う人とその後なんかどうせね、この今後一生会わないだろうなと思ったら別に惹かれてもいいのかなとか、なんか最強のマインドをちょっと最近ちょっとそういう感じになってきた。雨降ってんだね。大きな声で、チュチュチュ、歌詞が分かんない。そう。A 公演に出演する日が来るの、来ます。はい、来ますよ。待っててね。さあ一緒にやろう。ニワトリみたいにあちこち駆け回り、胸を張って楽しく大きな声で歌いに来たんかな今日。その時は申し込みしますね。ああ嬉しいですね。待ってます。ちょっとまだいつか言えないけど。酔ってる？酔ってないよ。酔ってません。
ビーフストロナフどうした？あ、結局半分はね、冷凍にしたわ。うん、帰ってきてから食べようと思って。送ってやばい送ったらちょっとやばいかも。ダメ、私が食べるからダメ。なんで歌ってるとお酒入ってますって言われるの歌っちゃダメ？歌ってると酒を飲んだことを疑われる。飲んでないよ。出会ってすめ髪はどこで会えば確かにいるはずだよ。愛の成り行きをその場所から見ているはずさ。女神はどこで微笑む同時に味方するの。何を信じれば僕はこう顔が濃く感じるの。それはお風呂上がりだからだよ。そう、赤み赤み黒目が大きくてか、おお、本当ね、この黒目の大きさはすごい、あの両親に感謝って感じです大きいっていうか割合ね。この話結構昔のショールームとかでもしたけど、確かに確かに。だからプライベートとかでカラーコンタクトを入れることはないですね、私。そもそもこういう、こう入れるっていうのがあんまり得意ではないから。うん、色も何色にしたいとか私はそういうなんか願望はないから。うん、白くどうなんだろう今。しばらくあれ検査っていうか視力検査してないからわかんないや。でも悪くなってると思うな。なんか遠くやっぱさ、こうやって近くのさものを見てるからさ、近眼っていうのかな。なんか遠くのさ看板めちゃめちゃ大きいやつは全然読めるんだけどさ、なんかたまにちょっと、あ、文字ぼやけて見えないなって思うときちょっとあるから、やっぱ落ちたような気がするな。前眼鏡持ってるよ。近視近くが見えること、まあね。わかんない、だから今ね視力どれぐらいかねわかんないんだよね。スマホの見すぎかもの、スマホの見すぎね。うん、スマホの見すぎってうんと思った。変化あるね。いやでもやっぱ仕事で結構ね
いやもちろんそのなんかネットサーフィンしちゃうのもあるけどさ、やっぱこれでお仕事することが多いからどうしてもね。台本見すぎ、いや台本の見すぎはないと思う、絶対台本の文字そんなに小さくはないので、そんなに台本読み込むこともないので、魔法見せてこれシャカシャカー、かわいいでしょミフィーちゃん、水かわいいでしょ。スマホなんだよ、もう過去のやつね、ほとんど9割持ってる。初めてこの間携帯あれなんて言うんだっけ、引き取ってくれるやつ、この間一回それやって、あと全部、あそう下取り、それそれ下取りこの間初めてやったけど、それ今までは知ってこなかったから、優しいみんな教えてくれる下取りか、うん、だから今までのやつ全部持ってる。だからいっぱい持ってます。あーそうそう、ひーちゃんも同じの持ってた、全く一緒だっけ、どうだっけ、わかんないけどなんかこんな感じの持ってた気がする。今来たけどそういう体勢寝ちょります。終わったら、いやちょっとやってから寝る、ちょっとね。でもこのままここで作業してこのまま寝ようと思ってる。スマホ顔に落としたことある、うん、あるある、しょっちゅうやってる。りっちゃんさいつも何食べる、うん、その時によるな、トマト食べたり、頑張って夜あんま遅い時間に食べない、夕方とかにまでにご飯済ませておこうみたいな、夕飯食べてから 6,7 時間後に寝るみたいな生活してると、朝がね意外とうわちょっと無理だ何も食べられないみたいな状態になる。逆に夜遅い時間に食べると朝いっぱい食べたくなるし、最近はねお昼ねドカンって食べるね、夜も抑えて、うん、そうなんだよね、なんか気分的にはあまり良くないんだけどきっと体にはいいんだよねその状態ね。あの朝からステーキとか全然いけちゃう、うん、食べるようにしてるよ朝。最近は本当にもう夜あんまり食べないように気をつけてる。何時以降食べない、今は目標で18時までになるべく全部済ますよって努力してるの。
が続けばいいけどね。あ、でもそれでちょっと、あーもうダメだ、食べないともう、あ死んでしまうってなった時は、スープ、あのクノールのスープを飲んだり、ちょっとしたチョコとか食べたりかな。あとおせんべいも買ったりしたから、それ食べてしのいでる。プロテインはそんなによくわかんないその辺。あ、全然そのためのスープだ。あ、もうスープはもうただ単にシンプルにすごい好きで、秋冬になったら売ってくれないらしいから焦ってアマゾンで大量に買った。てかそれでしか売ってなかったのよ。あれ売ってると思ったけど、なんかバラで売ってなくて、なんか10個入りだったら売ってやんよみたいな感じだったんで、じゃあ買いますって感じ。私のところにはなかった。雨降ってるよ、そっちは。多分降ってる。雨の音は聞こえないけど、なんか車走ってる音が多分雨降った時の音になってる気がする。その体勢辛そう。いや、意外と意外と楽ですよ。足立さんが肛門さん、あ、舞台の話。そうですね、あ、若い時のあのおじいちゃんじゃなくて、あの、うん、若い時はユンチェドッテゼみたいな感じを今回はやられておりますね。うん、今までのやつはどの時をやってたんだろうか。ちょっとそこはちょっとごめんなさいね、詳しくないんですけれど。らしいよ。なんか水戸黄門って、なんか私たちが知ってるのはあのおじいちゃん、おじいちゃんって言ったらこれはぶん殴られる。いや、おじいちゃんだよね、あれ。よくテレビで見てたやつ。おじい様、あ、おじい。そう、あれを持ってたんだけど、だからさ、お話来た時、お話聞いた時さ、私何の役だって、小松さんの周りの女の人ってなんか何やったっけかなって思ったけど、若い時かみたいな。なるほどねっていう、うん、でその時に昔はやんちゃしてた三つ国くんだけど、なんかいろいろあって、ああって、なんかいろいろあってこうああいう感じになりましたみたいな感じ。そう、
凛ちゃんは陰の役あーかもしれないね。なわけ、ふざけんな。そんなわけないでしょ。違います。そう、過去編なんですよ。ニューヨークシーンあんの？何？ニューヨークシーンありますって嘘ついたら来てくれるの？ねえよ。ねえよ、ニューヨークシーン。あるわけねえだろ。ないです。あるって言っといた方がよかった？チェはデコピンするよ、もうそれ。なんなの。そういうとこしか見てないの。デコピン。もうやだ、絡みがめんどくさい。めんどくさいからもう切っちゃおう。もう終わりにします。さよなら。もう寝る。コピン痛かったわ、ちょっと。これ何ごっこですか、あの。やだわ、もう。はい、おやすみなさい。ちょっとやだ、こういうの。いや、みんなだけだったらいいけどさ、こういうのあれよ、もうメンバーとかスタッフさんが見た時の恥ずかしさよ。何をやらせるの、やめてほしい。本当にちょっと変なコメントしないでください。拾った私も私だけどさ。はい、さようなら。おやすみなさい。さようなら。